さて、今回はですね、2022年度の行政書士試験に、見事合格されたですね、中村貴博様に、合格者インタビューをさせていただきたいと思います。中村さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずは合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい、合格祝賀会以来ですね。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。中村さんは、まあ、昨年度の行政書士試験で合格されたということですけども、はい、受講された講座は速修生ということで、はい、修正講座です、はいはい、何月頃から受講を開始されましたか。私本当に最初の4月からスタートさせて、4月開講の一番最初のタイミングでってことですね、はい、そうですね、はいはい、働きながら勉強されて、はい、仕事をしながらやっておりました。ながらフルタイムで、はい、フルタイムです。フルタイムで、はい、やっぱ働きながらだとね、はい、大変ですよね、時間作ったりね。そうですね、時間を作るのはやっぱり一番苦労しましたね、はい、うん、実際何時間ぐらい平日勉強できたとか、土日ってどこでやってたとかってどうですかね、はい、そうですね、実際平日はですね、主な勉強時間というか通勤の電車の中がやっぱりメインでして、はい、電車がメイン、通勤の電車がメインと。はい。私、比較的長距離の通勤なので、はい、やっぱりまあ1時間以上電車に乗る時間がありましたので、はい、なのでその行き帰りで、まあ、実質できたのはやっぱり1時間。で、家に帰ってきて、どうですかね、30分ぐらい。都合1日 1.5 時間ぐらい、ね。なるほど。はい。だから1時間半ぐらい。はい、そうですね。今度が電車の中。そうですね、ずっと。すごいですね。うん、はい、実際に受講してみて、電車の中で受講してて、はい、テキストとか、はい、マーカーとか、結構大変そうなイメージがあるんですけど。おっしゃる通りで、なので、基本的に電車の中はですね、先生の話を聞くっていうことをメインにしてですね、はい、まあ、サイトの中で、PDF で、教科書も見れるんで、はい、それと聞きながらやってですね、マーカーは土日家で頑張ってやりました。なるほど、はい、とにかく聞くということと、はい、今説明をしているテキストの箇所を PDF のデータで見て、はい、特にマーカーとかそこではデータ上ではせずに、はい、土日にまとめて、はい、そうです。なので都合2回聞くことができるんですね。電車の中で聞いた後、その復習を土日でこうマーカーを引きながら聞くと、いうのをやってましたね。じゃあその週に聞いた授業を週末にもう一回聞くっていうイメージ。そうですね、そんなイメージですね、はい、なると結構倍速で聞けたりとか 1.5 倍速で聞けたりってね。そうですね、そういう感じでやってました、はい。なるほど、はい、結構大変ですね、ストイックな感じで。そうです、まあ、意外と慣れちゃうとですね、その方が楽だったり、はい、最初に聞きながらマーカーすれば、一回聞いたのをマーカーした方がですね、はい、マーカーの歌詞もなんとなく頭に残ってるので。はい、土日ってどのぐらい勉強時間取ってました、はい、平均で。平均でですね、一応記憶をたどると、やっぱりまあ5時間ぐらい取ってましたね。5時間ずつって感じですかね。そうですね、5時間ずつやってましたね。なるほど。はい、いいですね。過去問とかって、じゃあ、週末にまとめて解くみたいな感じですかね。はい、そうですね、過去問は週末、あとはですね、後半はまあ授業を聞き終わった後はですね、電車の中でも過去問を見たりしてました。あ、なるほど、後半というのは速修正講座の、まあ、一通りのインプット授業が終わった後ですね、はい。結構あれってご質問を受けること多いんですけど、はい、あえて、まあ、8月ぐらいに、はい、メインのインプット授業を終えるように組み立ててるんですけど、はい、まあ、その後の要は講義が終わるわけじゃないですか。はい、まあ、サポートのフォローとかゼミとかは少しあったりしますけど、はい、まあ、講義が終わった8月ぐらいから本試験までの間、うん、はい、うん、ここってどういう勉強されてました？ここはですね、正直ひたすら過去問をやってました、はい、やっぱその時間が大事なんですよね。そうですね、やっぱりそこでかなり成績が伸びるようになりましたね、過去問やりだしてですね、はい。なるほど、やっぱり直前期に、ね、うん、自分で回すっていうのはすごい大事ですからね。そうですね、アウトプットだけじゃなくて、逆にインプットもそこで定着するような、はい、そんなイメージでしたね。はい、そうですね、いやいや、はい、ありがとうございます、あと、最初に聞いとけばよかったんですけど、はい、中村さんって受験回数は何回ぐらいですか、はい、
私ね、実は4回目で合格だったんです、4回目。なるほど。はい。はい、昨年度の受かった年が、まあ、私の復習生講座で、はい、前の3年っていうのは連続で受けてたって感じですね。そうです。連続で、独学で勉強してました。はい、独学で3回。はい。そうです。独学で3回。はい。なるほど、なるほど。独学で3回粘ったっていうのは、まあ、ちょっといけるかなっていうところもあって、独学でっていうのは、正直。そうですね。実は最初に独学で受けた年の点数が160点取れたんですね。運がよおお、く。じゃあ、まずまずな、ちょっと惜しいところまで行ってるんですね。なるほなんど、ですなよ。るほど。なんですけど、やっぱりその後、翌年も160点だったね。自分でやっ結た。構あるんですよね。なんはい。ですよ。で、3年目が。3年目はですね、これ3年目はですね、伊藤塾の、市販のテキストと問題集を使って勉強してですね、あ、じゃあ、それま100、で使ってたわけですね。違うところのちょっと 問題集とか使ってたんですけど、3年目はですね、174点だったんですね。なんですよ。確率で言うと、本当に2問そうって感じで。ですよ。なるほど。で、はい。その3年目、自分なりかなり頑張って時間を費やした結果がそれだったんで、はい。ちょっと独学では限界があるなというふうに思いまして、今回のですね、速修正講座を受講しようかなと思ったんですね。そうだったんですはい。ね。はい。修正を選んでいただいたきっかけっていうのは、時期的そうなでもすね。のあ、そうですね。時期的なところもあってですね、ですね。やっぱりその受講を決めようと思ったのが、もう2月とか3月ぐらいだったんですね。そこからこうちょっといろいろ調べさせていただいた中で、まあ、4月開講で、まあ、ポイントを抑えた 講義ということだったので、まあ、速修正講座が一番いいかなと思っなたんでするほど、なるね。ほど。はまあ、い。この4月ぐらいからの時期で働きながらとね、ボリュームも結構大事になってくるので、そうです実ね。際受けてみて、ボリューム感とか、はい。もうやっぱり受験って結構、その勉強の負担っていうのもどうしてもかかるじゃないですか、頑張らなきゃいけないので、その辺の感覚っていうのはどうでした、講座としては。そうですね。最初のですね、憲法あたりは結構余裕があったんですけども、やっぱり民法に移ってからですかね、かなりやっぱり、後倒しになってきちゃって、勉強がですね、後々になってきちゃっ受て、講が遅れ出すって感じですかね。そうですね。なるはい。ほど、なるほど。その辺からちょっと焦りはあったんですけども、まあ、運良くというか、そのコロナ禍でですね、仕事上の夜のお付き合いとか飲み会とかがほとんどなかったので、そこでなんとか助かったって正直なとこあ、ろでじゃあ、は。巻き返しをちょっと図れるという そうです感ね。じで。ああ、なるほど、なるほど。はい。やっそうぱですね。り、3年間の、その独学での、まあ、蓄積、知識の蓄積があって、で、しかも結構惜しい174点まで届くっていうところまで専念してて、まあ、それでも実際講座を受けて、しっかり勉強してみると、やっぱり民法は特に大変だなっていう印象が、やっぱりありますかね。かなり、正直厳しかったですね。やっぱり今まで、ぼやっとしか分かってなかっただと思います。独学でやってたのはですね。なので、過去問をやると解けるんですけども、ちょっと、ひねられると解けないっていうのはやっぱ多かったんですよね。ベースが分かってなかったんで。です根本から、的な理解とか、やっぱり多分抑えどころですよね。多分自分でやると大変なのが。そうそう、おっしゃる通りです。はい。どこが大事なのかっていうのが、やっぱり、はっきりわからないですね。テキストには A ランクとか書いてあるんですけども、そうですね。まあ、市販の方にも一応ね、メリハそうリなんでですラよ。ンク入れてるんですけど、ですけなど、かなかね、そその一の、歩を汲み取りきれないですよね。そうなんです。で、そこがどういうふうに出るのかも、市販のテキストには書いてないですから、まあ、そういう意味では、やっぱり講座を受けて、かなり効率は良かったです。独学の時よりは。やっぱりしっかりしたものをちょっとお伝えさせていただいてるんで、大変はい。さもあるけど、やっぱりポイントは結構つかめ、問題もちゃんとそう検で討すね。解けるって感じで。明確にここだというのを言っていただいたんで、非常に良かったと思います。ありがとうございます。本試験での、時間配分ってどうでした？今回合格した年はですね、最後5分ぐらい余りました。あ、ちょうどいいですね。そのぐらいがいいですよね。
なので、ちょうど良かったですけど、それまではやっぱりかなりギリギリでしたね、その3回、独学受けたときは。なるほど。じゃあ、最後までこう、はい、マークシートに入れてるみたいな。あ、そうです。もう、ドキドキハラハラの。そうですね。一般知識という一般常識のところは、もうなんかもう、時間ない中で、必死にやってたようなイメージでしたね。はい、ああ、なるほど。はい、そうなってくると、最後の文章理解とか、結構、そうなんですよ。時間が、プレッシャーを受けてるだからと。そうなんですよ。だから、一問間違えちゃったりとか、ありました。はい。で、後で振り返ると、なんか難しくなったみたいなね。そうなんです、ね。どうってことないのに、やっぱり時間がなくてっていうのはありましたね。うん、はい。じゃあですね、少し速習性講座の、中身のことをお聞きしたいんですけど、はい、速習性講座でやってたゼミ、はい、ズームを使って、ご利用されましたか？ズームはですね、ほんのちょっとだけで、やっぱり時間の都合でなかなか見れなくて、参加できなかったんですけども、はいはい、代わりだけちょっと、授業を見させていただいたんですけど、うん、結構ハードでしたね。ハードでしたね。厳しいなと思いつつ、おとなしく見てました。やっぱゼミはね、どうしてもハードなんですよね。うん。うん、そうですね。だから当てられないかドキドキしてました。そうですね。で、やっぱりその先生の話をね、こう聞いて、自分としてはそこまでやっぱ考えてなかったなっていうのがいっぱいありましたね。なるほど、なるほど。問題をそこまで深掘りせずに解いてたなっていうのは、やっぱり感じましたね。はい。じゃあ、その回数こそ、参加の回数こそそんな多くないけど、はい、それを受けて、なんかその後、はい、取り組みが変わったとかってあります？そうですね。やっぱりそれまでは問題集のですね、答えだけを見て答え合わせしてたんですけども、うん、そこの部分のテキストまで見るようにはなりましたね。大事ですよね、それね。はい。うん、まあ、独学の時もそれがいけなかったのかもしれないですけど、うん、答え合わせして間違えてるところの、要は問題集の答え欄だけをこう、ずっと見て、それを覚えてるような感じだったんですけど、それだとやっぱ浅かったんだなと思いましたね。はい。そうなると、ちょっと角度変えられると対応できないんですよね。そうなんですよ。おっしゃる通りで、そうなんです。そうですよね。はい、やっぱりこれは本当になんか、古臭いなっていう気も一方で言ってるんですけど、うん、やっぱりこう問題解いて、はい、でテキストに返ってもらう、うん、テキストをちゃんと確認してもらうっていう、結構これってもう手間以外の何もでもないじゃないですか、はい、時間もかかるし、うんうん、けどこれやっていかないと少し角度変えられた問題とかに対応できないんですよね、うん、そうなんですよ、本当その通りだと思います、はい、うんうん、その作業はね、うん、今後の受験生にもね、ぜひね、頑張っていきたいところですね。はい。はい、いや、あとですね、はい、今後、会のご予定とかって、はい、まあ、明確なものでもいいですし、まあ、ちょっと将来的なビジョンって、なんかお考えってあるんですか？うん、そうですね、やはり将来的には、開業したいなと、実は思ってはいます。うん、なるほど、なるほど。はい。もともとやはり、行政書士を受けようかなと思ったきっかけがですね、やっぱり、うん、まあ、社会人人生も結構折り返しを過ぎてきている中で、うん、まあ、何を自分が本当はやりたいのかなという、ちょっといろいろ自分探しじゃないですけど、はい、そういうちょっと年齢になってきたときに、たまたま出会った資格なので、うん、で、まあ、ご縁があって合格できたんで、ぜひその資格を生かした仕事をですね、将来的にはしたいなとは思ってます。はい。なるほど。結構ね、人生経験が豊富な方で、うん、結構年40代とか50代とか、まあ、中には本当に60代の方とかも全然あって、うん、まあ、そういうご自身の経験とかもね、生かしやすいんですよね、うん、行政書士の資格ってね。そうだと思います。はい。で、実際、こういう分野に興味があるとかってあります？そうですね、私は、まあ、もちろん理系出身っていうのもありますけども、はい、一つはですね、やっぱ農業関係っていうのはですね。農業関係、はい、はい、はい。まあ、今の仕事もちょっと食品関係の仕事をしているのもあってですね。そうなんですね。はい。やっぱりその農業分野、例えば種苗法関係であるとかですね。はい、あとはその、最近はやっぱりその、農業で働く外国人の方もこう増えてきているので。そうですね。まあ、そういったところをちょっと中心にですね、いろいろ調べながら、自分ができることあるかなというのをちょっと見つけていきたいなと思ってます。なるほど。どっちだろうね。行政書士の大事な業務ですからね、農地移転のね、認可を取っ
ね。そうですね。はい。いやいや、楽しみですね。いえいえ。ぜひ今後のですね、ご活躍も期待しております。はい、ええー、とんでもない、ありがとうございます。してます。じゃあ最後にですね、はい、これから、まあ、行政書士試験にチャレンジしていくっていう、そういう後輩に向けてですね、はい、後輩の皆さんに向けて何か一言アドバイスをお願いします。はい。やっぱり途中で諦めないことだと思いますね。やっぱり勉強うまくいかない時期って必ずありますので、うん、そこで諦めずに、辛くてもですね、1日30分でも、勉強続けることかなと思います、はい。自分の経験からですね。なので、ぜひ頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。本当にね、その通りですよね。諦めたらね、もうそこでね、合格の目がつぶれますよね。そうなんですよね、はい。はい。本当に今日はね、お忙しい中のご協力いただきまして、ありがとうございます。とんでもございません。こちらこそありがとうございます。合格おめでとうございました。ありがとうございます。